ないときにどうなるのか、うんうんうん、カウンター食らったときに超攻撃型どうなるのかっていうのをちょっと見てみよう。はい、ウィーユナイテッド対ファンインジンシュン、どうだろう、エキシビションマッチです。どういった立ち上がりになるんでしょうか。あんまりね、ハッカーがですね、すごいね、タッチがレジェンドだもんね、どっちも。おー、いい形じゃないですか。中央へ、おまあ、ただね、枚数いるんで、うんうんうん、マークはアクション、すごいな、プレスが。ワンポーツアイ、ロングフィードで狙う。タイミング合いませんでしたね。枚数多いな、バック上がるね。待たないとね、上がんないからね。テラ1枚だからこれここどうしていくのかみたいな、そう、うん、巻いていかない、ちょっと前がかりになってもいいんじゃないですかね。限られた枚数でくるね。アーチのようなパス、うん、来てくれんの、あ、枚数いるね。うわーこれ、あ、でも1枚しかいないの。選手は割と有名な人なのかな。ウィーレのなんかカウンターを仕掛けます。ウィーレ特製メンバー、そうだね。あ、なるほど。じゃあもう純粋になんか味方を待ちます。フォーメーションの違いの差で分かりやすいってことか。超攻撃型か、ね、守備型 か、サッカーってどっち強いのみたいな、うん、ちょっと知りたいな、ね、極限の。ワッと裏を狙う、すごいな。ここで受けて、これね、守りの方が強かったら守り多くした方がいいってなるしね、今後のフォーメーション作りの時に参考になるかもしれない。サイドのスペースを使います。自分で行く。もう大丈夫。ここはクロス。おカウンター。やっぱりすごいね。2枚しかいないからね。うん、向こう赤い方は。そしてさ、ミユナイテッド先制。テラさん。クロスが頭に届いた、ね、だって、いいシュートでしたね。すごいシンプルだけど、うん、どうしたんだろう、綺麗だね。それでぐらい空いちゃってるってことだよね、うん、フォワードの人が守備してるからやっぱこう隙間ができちゃったりとかね、うんうんうん、なるかもしれない。さあ、ウィーユナイテッド先制ゴールを決めました。1対0。まあこのまま波に乗るのか逆に返されるのか、ええ、スタートのワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。そうですね、攻めてんだろうね。さあ繋がるか、攻めてんだけど、セイドーグ枚数がやたら多いっていう、ね、あの向こうのね、うん、青のディフェンスがね、そうそうそう。でもさっき点数ずんどくミスト5枚だろうな、入ったかな。まあでもディフェンスは実質2枚しかない。ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクになります。そういうことです。後半も守りを固めつつ、チャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。なるほど。ウィーユナイテッドが1対0とリードして折り返します。さあご覧のように後半スタートしています。ウィーユナイテッド1-0リードです。おお、同点、見せるね。ファインジンシュン、ジョン、すごいね。ファンインジンシュン追いつきました。いいですね、流れ来てますよね。サイド使っていくのかなと思ったらファッと後ろから来たボールトンってしたね。これは一瞬のスペースを見逃さず、そこ空いてたのプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね、うん、いや、パス受けるタイミングが絶妙でしたよね。ディフェンスしっかり出してたイメージを共有できてないと、こういう捉え方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。うまいな、こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。見ちゃう。ファンインジンシュン同点に持ち込みました。どうなんだろうなこれ。一旦仕切り直しですね、うん、得点上は五分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、うん、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね。分かんないねこれ、うん、押してるもんな赤。スペースを狙う。まあ、でもカウンター食らった時は、え、お、え、打った、懐かしい、ファンインジンシュン、うん、さん、ファン
満員人種ゲームをひっくり返します。ディフェンス、あ、ただいまの得点、ね、終盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ当て込みになるような見事なカウンターアタックですね。いかんでしょレジェンドなんですから。ある意味レジェンドっていうのは。さあ、満員人種お茶目さんね、やらかしちゃった。この勢い、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、もうプラスに働くチームなんですよね。テラ、先ほどから厳しくチェックされています。これちょっとやばいね。得点を上げてますからね。まあシュートも結構打ってるので目立ってますから、必然的にチェックされますよね。守備ミスってな。スピード、守備の方がちょっと見ないのかな。スンドクビスト、テラいないんだよね。いないんだよ、またね。おえ、ここでこうやっぱキープしないとね。ゆるく狙ったボール、おー、チャンスチャンスチャンス。B ユナイテッドとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。おお、気持ちいい。前ですよね。これは繋がりません。これ一点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。あれ、ね、出しところがちょっとないっていう、ね。そう、だからちょっとキープしておかなきゃいけないんだよね。いきなり来るわこれ。頭抱えるわこれ。今日はアシストです。仕掛けるか。赤の方が攻めてて楽しいだろうな。攻めいっぱいいるからね。残り少ない時間を何とか生かしたいところですよね。ストレスがない、ね、ストレスが負けてもストレスない。おお、セーブ。ずっと守ってばっかり、結構ね、これぞ守護神ですよね。ちょっとしんどいよ ね、精神的にそうだよね。この難しいボールによく触りました。ね、攻撃最大の守りですからね。どっちかでもないよね。これは最初に最初からでしょ。ボールが上がる。守り続けるって言って守り続けるんだけど、残り出してくる。おっ、ね、ああ。そしてここで最後の笛。そういうことでしたね。結局攻撃が強いということで。無念の逆転負け。じゃあそんな感じで楽しかったです。楽しかったです。